コストコの5リットルのワイン知ってますか？オーストラリア産でした。へえ。でも5リットルぐらいのでかいワインとかありますよ。僕も飲んだことあって、見せましょうか。これ僕がお世話になってて、日本のカリフォルニアワインのインポーターさんで一番有名な、ところで、中川ワインさんのところあるんですけど、そこの中川さんに飲ませてもらったやつなんですけど、やばくないこのサイズ。普通のボトルと比べたとき見てこの差。これいわゆる6リッターってやつですね。はい。6リッター。はい。6リッター？ 6 リッターか。マグナムの、ダブルマグナムだから、ごめんなさい、嘘で言ったかも。マグナムが1500で、ダブルだから3リッターかな。はい、すみません、3リッターですね。はい、多分。3リッターだよ。書いてない。ジョセフ・フィリプスの1978年ってめっちゃ美味しかった。で、これ飲ませてもらった時に、偉い人がいっぱい来てる会だったんですよ。体と比べると分かりますよね。はい。偉い人がいっぱい来てる回だったんですけど、これをね、長川さんが開けてくれて、僕がなんか一番若いから、で、皆さんそのね、年齢上の方なんで、やっぱこう、そんなに大量には飲めないわけですよ。そしたら、ここでちょっと俺の出番だと思って、飲んだんですけど、もうね、帰り記憶がないの。どうやって帰ってきたか覚えてないんですよ。でも、なんか帰ってきた時に、朝起きた時に気がついたのは、ワインセラーに見たことがないワインが入ってるんですよ。うんって思ったら、どうやらその回の最後に、その長川さんってすごくいい人なんで、なんかいろんなワインを持たせてくれて、で、それで帰ったっていう。僕だから今までフランスワインしかほぼ飲まなかったんですけど、カリフォルニアワインが好きになったのはこの中川ワインさんっていうところの中川さんって方がいるんですけど、その人のおかげですね。すごいなんかカリフォルニアワインって美味しいんだってワイン飲ませてもらって、やっぱ人との出会いとかで、ワインの好みって変わるし、で、ワインによって人が出会うし、ってのが僕すごく好きで、だから僕ワイン好きなんですよ。ただ、お酒飲みたいだけだったらワインじゃなくていいんですよ。テキラ飲んでらいいんですよ、そういう人たちは。はい。うん。でも違うので、だからすごい好きですね。ボトルもそうだし、だから一回飲んだことあるワインも見ると、その時の話とか、思い出が全部こう出てくるんですよ。こういう人と飲んだな、みたいな。だから僕はワイン好きなんですよね。ワインと記憶ってめっちゃ結びつくんで。記憶と人を結びつけてくれるのはワインなんでね。